アーニャさんがよくお邪魔しているという呪術高専という学校に私も遊びに行くことになりました。お友達の虎杖さんやウニさん、五条さんに会えるといいのですが、呪術高専は面白い人がたくさんいるとアーニャさんから聞いているので、私とても楽しみです。ここが呪術高専。とっても広い場所ですね。高専というからには学校なのかと思っていましたが、鳥居も神社もある？何か宗教系の学校なのでしょうか？あ、違う。アーニャ知ってる。兄たち本当はスパイ。あ、あそこに誰かいますね。あれは、あねえ！お姉さん？お兄さんの他にお姉さんもいたのですか？でもあの方、こちらに気づいていないみたいですね。アーニャ、ちょっと話しかけてくるます。私も行きます。アーニャー。ああ、動きて。任務でも体術の授業でもいいから、とにかく誰かをぶっ飛ばして。そうだな、パンダがいいな。後で誘ってみるか。姉、物騒。あれ？この缶ジュース、もう中身ねえじゃん。仕方ねえ、捨てに行くか。ふん。ぎゃー！え？姉バカ力！空き缶が一瞬でコースターになった。お、アーニャじゃねえか。久しぶりだな。姉怖い、近づくな。なんでだよ。あ、そっちの人は誰？すごいです。え？今見てました。空き缶を一瞬でペラペラのコースター状に。それ、私もやるんですよ。え、マジっすか？これ、私の特技なんですけど。はい。自分以外に空き缶を手のひらで潰している人、初めて見ました。私も初めて会いましたよ。うわー、なんか嬉しいです。それであなたは？あ、申し遅れました。私ヨルフォージャーと申します。アーニャさんの母です。アーニャのお母さんかよ。えへん。へえ、アーニャからお母さんが力が強いってことは聞いてたけど、まさかそれほどとは。なんか嬉しいです。私、自分より力の強い人に出会ったことがないもので。私も素の力が私より強い人は出会ったことねえな。呪力があると別だけど、ユージとは毎回いい勝負はできるけど、なんだかんだ勝つしな。よかったらなんですけど。はい？一緒に腕相撲対決をしてもらえませんか？腕相撲？はい。私、前に弟と腕相撲をして、弟の骨を粉々にしてしまったことがあって、それ以来、怖くて腕相撲ができていないんです。久しぶりに本気でできそうなので、やりたいんです。おじかわいそう。いいっすね、やりましょう。姉、やめた方がいい。え？母の力、きっと姉が思ってるより超強い。素手で突進する牛さん、止められる。任せとけって。私も腕には自信があるんだ。よし、そうと決まれば教室へ向かおうぜ。机があるしな。やっぱりここは学校だったんですね。ああ、私たちは呪術高専の生徒なんすよ。きっとそれは表の顔。姉もスパイに違いない。なーにニヤニヤしてんだよ。なんでもないます。数分後。利き手は右手でいいっすね。はい。じゃあアーニャ、用意ドンって合図をしてくれ。おい。すごい集中力。ただものではなさそうですね。位置について。用意ドン。うん。いや、机さんが。こりゃ確かに強いな。驚きました。まさか私との腕相撲対決で一瞬でやられない人がいるなんて。どっちも互角。早く終わらせないと。机さんが。こんなところで負けてられねえだろ。私全員家当主になるにはこんなところで。また力が増した。机さん。しゃあ、私の勝ちっすね。悔しいです。どうしましょう。机が粉々です。ああ、ま、この机はユータのだし、今ユータいないからいいか。なら大丈夫ですね。絶対ダメ。それにしても本当にお強いんですね。ヨルさんこそマジで強かったですよ。私初めて負けて悔しいので、もう一戦やってもらえませんか？いいっすよ、私も運動したかったんで。腕相撲は運動。じゃあ次はパンダの机な。あ、でも同じような机ですとまた壊れてしまうのでは。確かにそうだな。よし、じゃあちょっと移動しましょう。わかりました。おい、一方さなから。はあ、暇だな。マキの部屋に遊びに行ってみたけど留守にしてたし、どこ行ってるんだろうな。まさか男とデート？ないないない。トゲ入るぞ。いくらお前今私に対して失礼なこと言ってなかったか？おお、カカ姉は男とデートとかないって言ってた。はあ、捕まえよう。ここの中で言ったのに。ふっ、アーニャ心の声読める。すごいですねアーニャさん。フィーリング筋子。ああ、この人はヨルさん、アーニャのお母さんだ。こんにちは。こいつおにぎり。おにぎりさん鮭おにぎりの具でしゃべるなんて不思議な人がいるものですね。ん？アーニャさんはなぜこの人の言っていることがわかるのですか？フィーリング。フィーリングすごいですね。明太子。ああ、そうだった。ちょっとトゲ、机出してくれね。鮭。机？なんで机を借りるのに俺の部屋まで来るんだ？おにぎり机貸さない方がいい。コパみじんになる。おかか。何って腕相撲だけど。おかかいくら？なんでだよ。昆布明太子。私のことを何だと思ってやがる。だがその心配は大丈夫だ。夜さんこう見えて私と同じぐらい力が強いからな。いくら？マキレベルのゴリラがまだいたなんて。おにぎり失礼。ツナマヨ。よし、じゃあアーニャまた合図を頼むぞ。おい。おかか高菜。ああ、それならもうユータのを破壊してきた。未遂じゃなかった。おかか。困りましたね。壊しても大丈夫な机を探すか。そこは壊れなさそうな強い机を探すところじゃ。お、いい机を思い出した。ちょっとついてきてくれ。数分後。ここは？教員室だ。確か今日はサトルも学長もいなかったはず。あ、伊地知さんがいる。ちょっとお邪魔します。事務員。事務員？ああ、伊地知さんのことか。いいあだ名だな。よし、早速この机でやろうぜ。この机、誰の？なんか妙に立派な机ですね。これはサトルのだ。サトル五条さんのなのですか？でもこんな立派な机破壊してしまったらどうしましょう。サトルだから大丈夫だろ。鮭。そういうものなのですか？じゃあヨルさん準備してください。マキに引けを取らない力、楽しみだな。おにぎりは参加しない。聞く。ツナマヨ筋子。まあ、おにぎりさんも腕相撲がお強いんですね。ぜひ一緒にやりましょう。え？ほらトゲ、さっさと準備しろよ。位置についてよーいドン。ツナマヨは大丈夫ですか？折れた、絶対に折れた。ったく、一応お前も鍛えてるんだから折れてるわけねえだろ。ま、一応後で翔子さんのところ行っとけ。おにぎり弱い。明太子。ああ、私ったらまた腕相撲の被害者。この人本当に強かったな。マキと同じかそれ以上力がありそうだ。よし、じゃあ2回戦と行きましょう。はい、今度は負けません。1回目はマキが勝ったんだ。行きます。おい。はい、位置についてよーいドン。うん、そりゃ机さんが。頑丈そうなサトルの机に開始早々ひびが入っただと。やっぱり強いな。少しでも力を抜いたらその時点で負けが見える。今度こそ負けません。つくえさん、ナモアミダ仏。長年のお勤めお疲れ様。っていうかアーニャ、腕相撲飽きた。ピーナッツ食べたい。母のバッグの中に入ってるかも。アーニャさん、まずいです。あのバッグの中には使用済みのナイフが。昨日のお仕事の後、そのままにしてしまいました。アーニャさん、開けちゃダメです。あっちゃー、私の負けだな。机が粉々だから勝負が分かりづらいが。サトルの机、まあいっか。伊地知さんが顔面蒼白になってるし、教員室中の注目を浴びてるけど。はは。アーニャさん、ピーナッツならバッグには入っていませんよ。なのでバッグ返してください。いや、終盤であんなに力が入るなんてすごいっすね。乾杯しましたよ。いえ、これで一勝一敗ですね。ナイフを見られずに済んだ。よかったです。あ、ツナ。なんだ、いくら。マジか。ああ、机壊しちゃったな。ま、サトルなら大丈夫だろ。他か、明太子。それはやべえな。やばいのですか。おいとげ、アーニャ、夜さんも急いで逃げるぞ。鮭。ピーナッツどこ。その後、サトルの机はコーパみじんになったけど、ついでに教員室の床にもひびが入っていたらしくて、私とトゲは揃って学長のげんこつを食らったよ。でもまあ、久しぶりに本気の腕相撲ができたからよかったな。動画を見ていただきありがとうございます。鮭、昆布、ツナツナ。他の動画も見てねと言ってるのだと思います。よろしくお願いします。チャンネル登録も忘れないで。